お待たせいたしました。カイア島ニュースの時間です。アップデート詳細のご案内。スクープ、カイア島に恐竜の化石が。化石発見のニュースを聞いて訪ねてきた考古学者たちと一緒に化石を集めたり、琥珀を採掘したり、カイア工房で大きな化石展示台も作ってみましょう。化石を集めてみよう。骨堀秋夫博士と恐竜の化石。 NPC 骨堀秋夫博士のミッションをクリアしながら恐竜の化石を完成させましょう。化石を完成させると恐ろしいティラノスケルトンコスチュームがもらえます。ミッションをクリアしたり、カイア島のあちこちに登場する琥珀の鉱脈を掘ると、確率に応じていろいろな恐竜の骨や琥珀を獲得することができます。恐竜の骨はカイア工房で化石の展示台を作るときに必要で、琥珀は恐竜テーマのアイテムを作るときに必要です。恐竜の骨は琥珀の鉱脈だけでなく全ての鉱脈で採掘できます。ツルハシを使って採掘してみましょう。これは何の文字なんだろう。古代の象形文字探し。カイア島の様々な場所には古代の象形文字が隠されています。古代の象形文字をすべて集めて古代石板を完成させると、考古学者テーマのコスチュームを獲得できます。謎の文章を完成させてカイア島の真の考古学者を目指しましょう。恐竜は私のお友達出席簿に出席しよう。クワーン。恐竜の鳴き声が出る。ティラノのエアホーンやティラノに似た恐竜の風船グリーンを獲得できるチャンス。7日間ログインして可愛い恐竜テーマのアイテムを獲得しましょう。自分だけの恐竜ペット、恐竜を育ててみましょう。恐竜だからといってみんな恐ろしいわけではありません。恐竜の卵を孵化させて素敵な恐竜ペットと友達になってみましょう。恐竜の卵は広場にある化石の発掘現場の近くで購入することができます。古代魚サカバンバスピスが登場。奇妙ながらも可愛い表情を持つサカバンバスピスがカイア島にやってきます。ブルーホールでサカバンバスピスを釣り上げてみましょう。ブラウンのバースデーお祝い花火パーティー。ブラウンの誕生日を記念して8月8日から8月10日まで3日間広場で花火パーティーが開催されます。広場にいる NPC のエデンからブラウンのバースデー爆竹をもらって一緒にブラウンの誕生日をお祝いしましょう。その他の変更。カイア工房に新たな制作レシピを追加。一部のガチャ商品のリストを更新。プレゼントするメッセージのプレゼントリストを更新。その他の UI および利便性を改善。ゲーム内の一部の不具合を修正。少しでも参考になれたなら嬉しいです。ではアップデートの日にお会いしましょう。